どうもこんにちは、高橋鍼灸院の高橋です。本日はですね、胸苦しさだったりイライラの解消になるツボを紹介したいと思います。はい、紹介するツボの名前は中府と言います。場所を確認する前に、まず今のですね、ご自身の呼吸の状態をチェックするために一度深呼吸してみましょう。はい、で今の呼吸の状態を少し覚えていただいた上で、場所なんですけど、場所は胸のこの辺にあるんですけど、ですね、腕を上げていただいて、その時にこの辺にくぼみができると思うんです。そのくぼみよりも、親指ですねの幅1個分下になります。はい、ただですね、今日はそこまで、正確な場所を捉えなくてもですね、ちょっとズルをしまして、今日はこの鎖骨の下ですねをこの指3本ぐらいですねこう添えて、ちょっと軽く擦るようにさすってあげてください。でその時も軽く息しながらこうガッサーといきましょう今日は。はいはい、でこれで一度息してみるとどうですかね。結構息が、しやすくなってますし、あと何でしょう、気分ちょっとすっきりしたような感じがする方も多いと思います。はい、でね、これなんでかっていうと、まあ、解剖学的にはこの鎖骨の下にですね、太い動脈と静脈、血管ですねが走っているのと、あとリンパ管も通ってまして、なんでこの辺を慣れてあげることによって血流の流れが良くなるし、まあ、リンパの流れも良くなると。でまあこの塊の循環が良くなるんで、息もしやすくなったり、まあ、気分も少し落ち着いて、まあ、落ち着くという感じがするんでしょうね。で東洋医学的にはそうですね、名前からいきますと、中府の中は中庸という言葉から来てるんですけど、これは、体のですね、胸から、上腹部、この上半身みたいな、この辺の、言葉を指す、東洋医学的な用語で、で風というのは集まるということですね。なんで、まあ、胸からお腹ら辺のこの上腹ら辺の、まあ、いろんなものがですね、ここに集まってくるよというふうなのが、東洋医学的な根拠になります。どうしてもイライラしたり、カッカしたりしているときって、ご自身は気づいてないかもしれないですけど、呼吸がすごい浅くなってるんですね。ね、でそういう興奮したりしてる人を見て、まあまあ落ち着いて一呼吸置こうよ、深呼吸しようよってね、よく言いますけど、まあ、それ自分でキャッチできると一番よくて、なのでですね、まあちょっとこう最近カッカしてるなとか、まあ、ちょっとムカついてるなってなった時はですね、ちょっと少しこう中府をですね、中府メイン、この鎖骨の下を擦ってあげて、実は中府以外にもここにいっぱいツボがあって、まあ、呼吸に効くツボがたくさんあるんですね。それをこう一切合切、一切合切ちゃうな、まあ、まとめてこう刺激してるんですけど、はい、なんでちょっと感情的になった時とかですね、まあ、なんとなく、息苦しい時は、ここを刺してですね、まあ呼吸を整えることが心を整えることに一つになりますので、どうぞ活用してみてください。はい、本日は以上となります。どうぞお大事に。